んにちは。博物館で坂本龍馬の展示もしてる宮川だよ。どうぞよろしくね。こちらこそ。これがあの有名な坂本龍馬が書いた手紙だよ。ここにあるのは坂本龍馬が実家のお姉さんに出した長い手紙の一部です。京都国立博物館には龍馬の手紙が10通ほどあるんだ。その中でもとても有名な手紙です。国の重要文化財にも指定されているよ。龍馬は幕末、今から150年前に日本を改革しようとして働いた志士と呼ばれる活動家だね。皆さんもテレビや漫画や小説でよく知ってると思うんだけど、全てのその物語はここに書かれている手紙の内容から起こされたことなんだ。そうだね、ここにみんながよく知っている選択っていう言葉が出てくるけれども、この頃日本は外国アメリカやイギリスの圧力を受けて攘夷、外国人を打ち払えっていう風潮が高まってたんだ。その時龍馬はその外国に対する意見を持っていて、そういうものに協調的な幕府に対して反対してたんだけどね。それでこの幕府体制、江戸幕府に対して改革をしなくてはいけない、その改革の形を選択という言葉で表現している。とても面白い部分だね。長い手紙で3メーター40センチもあるし、上下の高さは15センチある手紙なんですけれども、こういう手紙を見ると龍馬がとても多分おしゃべりな口数の多い人だったってことがわかるね。そういう意味で龍馬の人柄を知ることができるのがこういう手紙なんだ。龍馬というのはこの手紙の中に今も生きてる、そういうふうに思うんだね。